チャンネル4防災です。夏休みを迎え、海や川のレジャーを楽しむ人も多くなりますが、それに伴って多くなるのが水辺の事故。10年前の今日、西条市の鴨川でお泊り保育中に川遊びをしていた園児が亡くなる事故がありました。この事故をきっかけに、一人でも水の事故で悲しむ人を減らすための活動が広がっています。ちょうど10年前、2012年7月20日、西条市の鴨川の上流で短時間に大雨が降り、川の水位が急激に上昇。お泊まり保育中に川遊びをしていた園児たちが濁流に流されました。園児たちはライフジャケットをつけていませんでした。この事故で当時5歳の吉川慎之介くんが亡くなりました。あまりこう時間の経過っていうのは実はあまり感じてないと言ったらおかしいんですけれども、やっぱり事故から慎之介がいないっていう事実は変わりませんので。10年前、一人息子の慎之介くんを事故で失った吉川優子さんです。慎之介のことはいつも思ってますし、でもだからこそやっぱり子供たちが同じ思いをしないようにっていうことを強くもう本当に願うっていう感じです。吉川さんは2014年に水の事故防止を啓発する団体を設立。西条市などとともに幼稚園や小学校の職員を対象とした安全管理の講座を作るなど、事故防止に向け一歩ずつ進めてきました。じわーっとね、上向いて流される。あれれれれと思ったら、この青い流れに入ったらビューンって。西条市内の小学校で開かれた水辺の安全教室に参加した吉川さん。この命を守る、これみんなどういうことだと思いますか？命を守るっていうことは、みんなが笑顔いっぱいに生きるっていうことです。ライフジャケットをつけるっていうことも、生きることへのチャレンジです。ボーンと入ってます。ライフジャケット、事故の教訓であるライフジャケットの着用を地域の人たちと連携しながら普及しています。どうしてもこう安全の啓発活動って、子どもたちの活動をこう制限するっていうような、ネガティブな方向に捉えられることもあるんですね。活動をやめてしまうとか、でもそういうことではなくて、やっぱり私たち大人がですね、環境を整えるということが大事ですし。今月2日かわいい、タコさんずっと体守ってくれるよ。子どもたちが身につけていたのはお寿司をモチーフにしたライフジャケット。背中はご飯シャリで、背浮きするとこういう形で浮くんで、こう全面的にこのネタが出てきてお寿司になるよっていう。このお寿司ライジャケ、吉川さんの啓発活動に参加した関東の美大生が今年の春制作しました。ライフジャケットをつけるきっかけになってなったらいいなっていうのと、あと、まあ、保護者の方がやっぱり、あ、つけさせて安全やんっていうのを分かっていただいたらいいかなと思います。装着しながら正しい使い方を保護者に伝える山崎さんたち。実は事故で亡くなった慎之介くんの同級生の保護者です。防げた事故なので、防げる事故から守りたい、やっぱり子どもたちを守りたいっていうきっかけで、一人でも多くの人に
ライフジャケットの大切さを知ってもらおうと活動を続けています。そうなんですよ。鴨川近くのアウトドアショップの店主、久保一平さんです。鴨川マップなんですけど、みんながよく泳いでる場所の危険な箇所を書いた地図です。みんな泳ぎに来る割に、危険に対してあまり知らない、川のことを知らない人が増えたので、ちょっとこうみんな一回川のことを知っとった方がいいんじゃないかなと思って。去年、久保さんが作った鴨川の危険箇所を知らせるマップ、西条市のすべての小中学校の児童生徒に配布されました。大体みんなこの辺りで泳ぐんですけど、この短い区間に川の危ない要素がびっしり詰まってるんです。みんながよくキャンプをするとかここなんですけど、ここには有名な水を吸い込む場所があったり、奥は深い淵になってたり、こう増水すると流れが複雑になって逆流するような流れがあったりと。その久保さんも、その日見た川よりかは随分増水はしとったんですけど、10年前事故があったキャンプ場の職員だった久保さん、濁流にあった園児を救助した一人です。でもやっぱり僕も最初の5年ぐらいは何もできなくて、全然こう消化ができないというか、何をしていいかわからない5年を過ごして、そこからさあ何ができるかなと思いながら、あでもやっぱりこうライジャケの話はずっと、1年通して何をしようかって考えることがあるので、そうですね、このことを考えるときは必ず思い出しますね。久保さんがあの日を繰り返さないために去年始めたことが、今日はライフジャケットを着て浮いてみようっていうのをやります。小学校で直接子どもや保護者に水辺の安全について教える活動を始めたのです。まずはサイズをちゃんと選ぶこと。小さい子がね、大人用のを着ちゃうと、このずれちゃう時があるかもって。プールの時間にライフジャケットの正しい使い方を教えます。最も大切だというのが、この状態で水に入るとこれが浮くんよね、ギュ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 と。でもってなっちゃう。上に上がってくるね。これを止めるには股の紐だ。子どもの体の大きさに合わせ紐の長さを調節し正しく装着することです。上向いて上向いて見てみよう。上向いて。私もちょっと溺れた子を助けたことがあって、本当に静かに沈んでいくんですね。なので本当にこういうライジャケを着せるっていうのはすごく大事なことと思っているので、はい、学校でしてくれるのはありがたいなと思いました。知らないことばっかりだったので、正しく知って正しくつけないとなと思いました。子どもが大人の責任で命を落とすことがない世の中にはなってほしいと思います。子どもが笑顔でいろんな経験をして育っていける地域になればいいなと思います。10年前に失われた幼い命、同じ悲しみを繰り返さないという思いが地域に根付いていっています。